オランダ領東インド諸島、通称オランダ領東インドは、かつて、オランダが創始国として支配した東南アジア島諸部に存在した植民地国家、あるいはその領域を指す名称である。その支配領域は、ほぼ今日のインドネシアの半島にあたる。総督府所在地は、バウテンゾルグにあった。オランダによる、現在のジャカルタ占領から始まった東インド支配については、 300年に及ぶ植民地支配という呼び方があるが今日のインドネシアの半島を表すサバンから村受けまでの領域をオランダがほぼ完全に掌握したのは20世紀初頭のことである。英語ではダッチイースとインディーズと表記する。戦前の日本では看護表記の乱ン東、インドからランインの略字がよく用いられた。 オランダ人がこの海域に到来するようになったのは16世紀末のことである。ポルトガルの植民地などで働いたオランダ人リンス法典の情報により1596年オランダのハウトマンの戦団がスんだ海峡に面したジャワ島西北岸の万天港に到達した。ハウトマンは故障交易で繁栄していた万天王国との間で交易関係を築くことを目論んだが 結局その試みは失敗し、暴力的略奪と住民殺害によって、わずかの香辛料を本国に持ち帰るだけに終わった。しかし、オランダ人にとって、マダガスカルからインド洋を越えて、ジャワに至る新航路を開設したことの意義は大きく、彼の帰還によって、オランダでは東方航海への関心が高まった。年、オランダはバンテン王国によって、 万点ンンに召喚を設置することを許可され、さらに東方貿易を一元化するため、1602年、オランダ東インド会社を設立、1609年には、この召喚における活動を統括する東インド総督を置いた。しかし、VOC は、万点ンンでは王国に警戒されて、思うような公益上の成果を上げることができなかったため、1619年、 バンテン東方に位置するジャヤカルタに新たに召喚を設置、この地をバタビアと改めてオランダ東方貿易の拠点として都市建設を進めていった。VOC はその後マルク諸島での高領独占を図るためアンボン島でのポルトガル人排除、バンダ諸島征服などによって貿易独占の達成に成功した。このように VOC は当初 港と商館を中心とする公易独占によって利益を上げていたが、17世紀後半からジャワ島内陸部へと進出し、領土獲得に熱意を見せるようになった。すなわち、獲得した領土で当時の有力商品であるコーヒーなどを栽培し、これを輸出することで利益を上げるためである。いわゆる、テントの支配から、面の支配への転換を図ろうとしたのである。VOC は、 ジャワ島内部の王朝間での戦争や、核王家内での後継者争いなどに介入することで、17世紀後半にはマタラム王国を衰退させ、そして1752年にはバンテン王国を属国とすることに成功した。しかし、領土獲得のために要した、莫大な戦費と会社自体の放満経営のために、VOC の経営は悪化し、1799年、 VOC は解散することになった。その後を引き継いで植民地経営に当たったのはすでに本国オランダを占領していたフランスの衛星国となったバタビア共和国である。東インドの領土、財産、負債などの一切を VOC から受け継いだオランダ政府であったが19世紀初頭、フランス革命以降のヨーロッパ政局の混乱の波に襲われた。オランダ本国はフランスに併合され、 また、オランダの海外領土は、イギリスの統治を受けることになったのである。1811年から1816年まで、ジャワ島の植民地経営に当たったのは、東南アジアにおけるイギリスの植民地経営に、中心的な役割を果たしていたラッフルズである。そのラッフルズのジャワ島経営は短期間に終わったが、彼の下で開始された、土地測量や税制改革は、 その後のオランダによる植民地経営にも一部引き継がれた。1814年、オランダとイギリスの間で締結されたロンドン条約では、オランダがスマトラ島を、イギリスがマレー半島をそれぞれ影響権に置くことを相互に承認した。今日のインドネシア・マレーシア間のマラッカ海峡に大きな国境線が引かれることになったのは、この条約に橋を発し、 1824年の英乱協約で確定したものである。1820年代から1830年代にかけてオランダは深刻な財政危機に直面した。フランスの7月革命の影響等で1830年にベルギーが分離独立したためオランダ本国は有力な工業地帯を失った。また東インドでは1825年に ジャワ島のマタラム王家のディポルゴロンをリーダーとする反乱が起こり、同時期にスマトラ島でもイスラーム改革派と反パドリ派の対立に橋を発するパドリ戦争が起こったため軍事費が増大した。こうしたオランダ本国の財政状態を改善するため、東インドに導入されたのが東インド総督ファンデンボッシュによる栽培制度である。これは現地住民に 指定の農作物を強制的に栽培させ、植民地政府が独占的に買い上げるというものであった。指定栽培されたのは、コーヒー、砂糖、キビ、アイ、茶、タバコなど国際市場で有望な農産物である。東インド植民地政府は農産物をヨーロッパなどへ転売して莫大な利益を上げた。この制度はオランダ本国の財政赤字を解消しただけでなく、 産業革命期に入りつつあったオランダのインフラ整備にも大きく貢献した。しかし同時にオランダ経済の東、インドへの依存度を高めることにもなった。この制度は栽培を強制された住民には大きな負担となった。収穫された農作物は植民地政府の指定する安い価格で強制的に買い上げられた。さらに従来稲作を行ってきた水田で愛や 砂糖キビなどの商業作物の栽培が強制されたため、強作が重なると深刻な基金を招くこともあり、合死者も出た。一方、この制度の施行期間中に、ジャワ島の人口がほぼ倍増したことを指摘して、暗黒面だけを強調するのは妥当ではないとする意見もある。1854年に施行された、来院島地方によって、強制栽培制度はかなり緩和され、 それに続く自由主義政策の処方機により事実上廃止されることになったものの強制栽培制度による現地住民の区域と飢餓の実態は小説マックス・ハーフェラール・マックス・ホバロアによって告発された。東インドで勤務した経験を持つオランダ人エドアルト・ダレス・デッケルがムルタトゥーリの失明で1860年に発表したこの作品は オランダ文学の古典とされるこの小説は、オランダ本国で大きな反響を呼び、強制栽培制度を非難する声が高まった。このため、1860年代以降、同制度は国際競争力のなくなった品目から順に廃止されていった。また、農作物に代わる新たな産物として、 産業革命による石油資源の国際市場における重要度の高まりを受け、油田の開発が始められた。1883年、スマトラ島東,東岸での採掘が許可され、1885年に採掘に成功した。採掘に当たったロイヤルダッチ社は今日のロイヤルダッチシェルの前身である。クタ空港に駐機する。 王立オランダ領インド航空のダグラス DC-3 型機自由主義政策時代の末期になると、現地民の急迫ぶりは一層目立つようになった。現地民の生活状態の悪化は、オランダ製品の購買力を減少させることになり、オランダ資本にとっても好ましくなかった。また、人道上の理由もあり、オランダ本国ではようやく従来の自由主義を、 改めて現地民の福利向上を図るべきだという声が強まってきた。こうして、1901年以降、倫理政策と呼ばれる政策が取られるようになる。倫理政策時代には、給料の安い現地民の下級職員を植民地支配の道具として利用することを目的に、要請するため、初等、中等学校が新設された。また、医師学校、管理養成学校なども設けられ、 オランダの大学に留学する者も前受に増加してきた。倫理政策により、レヘントは人民から世襲的な権力と威信を無視され、突如として一般人民同様の取扱いを受けるようになり、結社の自由も緩和され、比較的短期間に諸組織、とりわけイスラム諸組織加入者が数百万に増加した。こうして、インドネシアに知識層、反知識層が生まれ、 現地民の組織化も進行し、民族自立の旗印が掲げられるようになったが、依然として、インドネシア人による自治は許されず、オランダによるオランダのための過酷な植民地支配は続いた。1939年9月1日に第二次世界大戦が勃発し、1940年5月15日にはドイツの侵攻を受けて、総主国オランダは降伏し、 王室などはイギリスへ逃亡し、亡命政府を創設した。以後、第二次世界大戦終結の直前まで、オランダ本国はドイツの占領下に置かれた。一方、オランダ本国が降伏した後も、ランインはオランダ亡命政府参加であり続け、在東インド植民地軍による統治が続いていた。このため、戦略物資の調達をめぐり、1930年代、 および1940年前後には日本と現地政府の間で日乱解消が行われた。しかしその後、オランダ領東、インドへ1942年2月末に日本軍が侵攻した。10日ほどの戦闘の後、在東インド植民地軍は全面降伏し、オランダ人の一部はオーストラリアなどの近隣の連合国に逃亡した。以後、東インド全域は、 日本の軍政下に置かれた。オランダによる350年の東インド支配が実質的に終了したのである。その後日本軍はこれまで東インド植民地政府によって弾圧され続けていたスカルノとハッタなどの民族主義運動の活動家と協力体制を取り、さらにインドネシア人を軍政府の高官に登用したほか、インドネシアという故障を 公の場で使用することを解禁するなど、インドネシア人を差別し弾圧した、オランダ人とは異なった政策を取った。なお、日本政府は当初インドネシアの独立を認める意思を有していなかったが、当初、1943年10月には、日本軍の協力を得て、インドネシア人将校が自ら率いる民族軍である、共同防衛義勇軍を組織するなど、 日本軍政下ではあったものの、インドネシア人はこれまでのオランダ統治下では決していることのできなかった権限を得ることとなった。その後日本政府は、1944年9月3日に、インドネシアの将来的な独立を任用する小磯ソ声明を発表。さらに1945年3月には、独立準備調査会を発足させ、スカルノやハッタラに独立後の憲法を審議させ、 8月7日にはスカルノを主席とする独立準備委員会を発足させた。しかし8月15日に日本が連合国に降伏したために独立が保護になるかと思われたものの8月17日にはスカルノとハッタが民族の名においてインドネシアの独立を宣言した。オランダはその独立を認めず東インドを最植民地化しようとしたが 武装勢力との武力衝突が頻発した。なお、前述の共同防衛義勇軍は武装勢力の中心を担うこととなった。かつて、オランダ領東インドと呼ばれた領域は、インドネシアとして生まれ変わった姿で、オランダの再来を拒んだのである。本土が荒廃し国力が低下したオランダは、もはや独立戦争を戦い抜くことができず、戦争は4年の歳月を経て和平合意に至り、 インドネシア連邦共和国の成立が承認された。1903年に現在のインドネシアの前身にあたる州制度が導入される。また二つのスルタン制の君主国もあった。1879年頃、日本人が続々とポンティアナックに渡ったとされている。ランインにおいては、ヨーロッパ系住民と県住民を対象とする別個の差別的法体系が存在していたが、 日本人移住者、在留者は原則として、ヨーロッパ系住民に準じる処遇を受けた。1916年以前に、スラバヤ市に日本人は進出しており、台湾籍の日本人も少なくなかった。1916年にはそこに、三井物産会社出張所、台湾銀行出張所、大阪福島陽光、東京塩谷紹介支店、東インド貿易組合、 橋本、岡崎、高橋、その他23の雑貨店があった。1920年10月に、バタリアにおいて、日刊法事新聞の売り屋日報が発刊される。また、南洋協会売り屋支部が月刊誌の乱領東、インド時報を発行した。1933年9月、ランン政府は明らかに、日本商品の進出を阻止することを目的とした。 緊急輸入制限令を発布し、セメントの輸入を制限し、12月にはビールの輸入も制限した。日本の外務省が対策を考えていたところ、オランダ政府が貿易調整を目的とした会議の開催を希望したため、結果が出るまで日本に不利となる新措置を取らないことを条件に、1934年6月8日から日蘭本会賞が開始されたが、 成果なく1934年12月21日に一時打ち記事となった。会議中においても、ランイン政府は約束を無視して、陶磁器、鉄フライ鍋、サロンメンプ、サラシメンプの輸入制限を新たに開始し、会議打ち切り後は44種の商品に、対して制限令を乱発し、日本とランインは対立の状態となった。ありがとうございます。